おはようございます。11月28日土曜日なんで相場はないんですけども、ちょっとね、振り返りと、あと来週に続く、来月ですか、あのフォーキャストしていこうと思います。じゃあ画面切り替えて見ていきますね。まずは昨日の夕方から夜にかけてなんですけども、この図見てください。三角形がかけてるじゃないですか。ぐーっと上昇していくところがありまして、そこから右肩下がりにぐーっと急速に落ちていくところですよね。まあこの形も見慣れた方もいると思いますけども、この力点で、セルをかければきちんと取れているよってことですよね。まあこれは私もね、ずっとセルですよって言ってたんで取れた方多かったんじゃないかなと思います。それからどういうふうに動いてきたかなんですけども、時間軸は11月28日の朝6時です。これがデイリーなんですけども、まあ相変わらずの右肩下がりですよね。こういうふうに下がってますよね。でこの線に触れたら売る、この線に触れたら買うでいいんですけども、私はちょっとバイで入ることが今回できなくてですね、セルでばかり取れています。この線に当たったら、レジスタンスに当たったらね、斜めですけどもレジスタンスと解釈してください。まあ、売りにかければいいかなってことですよね。こういうとこです。でこれで終わってみたら分かるでしょ。だからこれが終わってない時に分かんないといけないんですよ。要するにこのドーンと上に上がってる時に線に触れたら売ろうかなっていうふうに私解説申し上げましたけども、ここが全部取れてますよね。でちょっとだけ調整入ってまた下の方に向かっていくってことですね。じゃああと1時間見てみましょうか。4時間見ないといけない。4時間見ますよね。私が取れているのはここですよ。こういうふうに下がってるとこで横ばいに入ったところで私はエントリーをやめたわけですよ。これが金曜日のことです。そうするとずっと上に上がってきてですね、また、右肩下がりが始まっていって、今回取れたのがここってことになります。で私が寝てる間にね、上にキュッと上がってきてるってところなんですけども、また来週から売りにかけていきますからね。まあ来月ですけども、はい、こんな感じです。ここが取れていて、で横ばいになったんでエントリーをやめて、で、反発が入って V の字を書くようにして、またトレンドの方向に戻っていってるってところでございます。だからまたね、来週来月は売りで入るよっていうことでございます。さあそれでね、今度11月の30日なんですけども、実はねちょっとしたあの出来事がありまして、私ある方に会うんですよ。これね FX すごく得意な方で、皆さんもご存知の方だと思いますけども、ちょっとね今回はねいい感じの話を持ってきてくれるんですよね。で私は FX の方は自分で裁量で勝てるんですけども、もうほとんどねどんな時には何をやるってパターンが決まってきたんですよ。だからまあ自動でできる部分もあるかなと思うんですよね。全体の方針を決めたらあとはあの自動です。だから注文決済とかできるんですけども、注文とか予約注文とかね、まあどうしようかなっていう時にちょうどいい話を持ってきてくれたんで、これ多分ね皆さんにもすごく利益のなる話だと思うんですよ。11月30日に多分その方とお話していろいろと相談させてもらうんで、12月になると思いますけども FX をねかなり楽に勝てるようになる、で負ける確率をかなり減らしてくれるような、そんな仕組みをね持ってきてくれるそうなんで、ちょっと私もね吟味してみようかと思います。というかまあ一部ちょっとねベータ版使わせてもらってるんですけども、結構いいんですよこれが、で理にかなってるというかね。でリスクヘッジっていうのはその部分だけ私がね裁量で見ていけばいいんで、だいぶ作業が減りましたね、という形でございます。お楽しみに。